そういったお声もいかないかもね。はい、こんにちは、あの、初中です。今日はね、岐阜のマーサー21に行きました。今ね、マーサー21でも、イラスト展やってます。今日が、17日の土曜日ですね。で、まあ、台風が14号が来てるけど、まだ風もないけど、来週はちょっと危ないなっていうのがありますね。こちらはね、土川商店と違ってね、30日までやりますの で今サポートで撮ってもらったのは都市会であって、はい、じゃあちょっと今から変わって、順番にこれ並んでますので撮っていきます。よし、では、はい、はい、交代です。はい、では交代します。そうですね、はい、ここは一応物販の売り場になってるんですけど、はい、一応、うん、Sさんのやつはもう全部壁ですね、今回は。これが梅田さんね。え、これが、いや、ズームしながら撮ってる。ローマ字で、清水さんですね。で、今、さっきまで土田商店の方行ってたんですけど、土川商店か、行ってたんですけど、ここにしか載ってない、イラストレーターさんもありますんで、見たことないのも結構ありますよ、はい、これはもう物販の真下こうなってます。すごいですね、ね、はい、なかなかこうやって並べとるのはなかなかないの。これ綺麗よね。これ好き。あ、どっち？ヒガンバラ。これ？これ誰？ちょうどこの時期じゃん、ヒガンバラ。アサミが。これ知らないですよ。アサミはさっき。欲しいな。アサミはヒエト。ちょうど今ヒガンバラがね。これ好きやろ。季節的にはちょうどいいかもしれない。キャラは男だと思う。一応ね、イラストレーターさんには動画の許可は得てますんで、さっき言うが、地下商店の時に流行った西島さんね、はい、この下が、この人は名前はしてんだけど、こういう絵だとかは知らんから、金松さんってこと？この人、前あれじゃない？ウサギ女描いてた人じゃないですか？ちゃうかな？ああ、違うか。でも見ると、そういうなんか怖い系、そんな萌え萌えとか関係ないじゃない？これが？コンビさん。ああ。西島さんとか木更津蓮さんが言ってましたけど、大木さんはなんか大阪から来てるらしいですね。聞いとったよ。まあこれはもう、レイナさんの特徴あるし、まあよく撮ってる人ですね。これは、この人は小島さんですね。この人もよく見ますね。よく見るというか、今回の伝えたいですね。ああ、さっきまで物販のやっとった人だよね。で、これが、あ、この人も入ってたね。もちろんない。センチっていう人ね。俺も知らない、どっちかというと、西島さんみたいなタイプ。結構タッチ結構いいな。これはどうです。これグッチョさん。グッチョさんですね。あ、これ、基礎参戦の方にもありましたね。名前に特徴があるか。ありがとう。大丸さん。あ、この人も名前に特徴があるか。あるね、はい。この人は、はい、見たことない。チートラさん。写真の送り方が初だな。本当は見たことないですね。うん、あんまり意識ないな。左下でのマーク。
小野さんよくおりますね、カツナレイ。はい、まあ。これはいいな。イサゴの？イサゴさんでーす。これは少女コミっぽいな。うん、どう見ても少女コミっぽいね。名前がちょっと出てこない。うん、でまあこんな感じで今お客さんがいるんでお礼止めますけど、こんな感じで、あ、この怖い絵かな、ああ赤い怖い絵、あ、ヒョウナか、うん、全然違うでしょ。はいはい、こんな感じで、あとね、あの A さんが下にいるもんで、この辺で止めておきます。ではでは戻って、はい、じゃあトシ君映っとらんけどいい？いいよ、近いんだけど、あ、このぐらいないの。皆さんいかがでしたでしょうか、今回はマーサー21の方で、動画を撮りました、これでボコンターはもう3カ所会場全部行きましたね。じゃあ一本締めで行きます、せーのボン。ただまたね、またあの10月からまた変わると思うので、またその時また行きたいと思います。ではまたお会いしましょう。諸自由でした。あとチャンネル登録よろしくね。はい、じゃあまたね。